なぜだ？どうして？神を犠牲にする、そういうことなのか。ダメだ、抑えきれない。頼む、私を。魂が、おい、起きろ。大丈夫か？ん？もしかしてまだ意識がはっきりしていないのか。私の名はアッセナ、時の神であるデスティア様にお仕えしている。そうだな、簡単に言うと魂を導く者、亡霊や死者の魂を回収する神の使いだ。いいや、違う。人を死に至らしめる役割じゃない。迷える魂を正常な時の流れに返しているんだ。ち、な、み、に、私は死神と言われるのが大嫌いだ。もし次にそんなことを言ったら、君の首と胴が離れてしまうかもしれないぞ。なんてな、冗談だ。すまない、少しふざけすぎた。次は私から質問させてほしい。君は一体何者なんだ？まさか覚えていないのか？じゃあなぜ自分がここにいるのかも覚えていないのか？そうか、もしかしてあの時私が切ってしまった影響なのか。デスティア様、私に力を。はあ？
そこをどけ。はあ、魂の力を引き出す。ありがとう、助かったよ。
神の魂を追いなさい。決して希望を忘れぬよう。なぜならこれは神を犠牲に紡がれる絶望の物語なのです。ネロは人ならぬ強大な力を持ち、身一つで時を渡り時代を超えるに至った魔術師だ。その正体も目的も不明だが、力は神にも並ぶと謳われ、現に多くの神々を手にかけてきた。時代を超え神を殺し、また時代を超えてを繰り返し、数えきれないほどの神を魔術師は殺した。最後に残ったただ一人の神、私の主、時の神レスティア様さえも、私がお守りできなかったから、レスティア様は、すまない、少し取り乱した。それで何か思い出したか。ネロが君を盾にした時、私は君の魂を切ってしまったんだ。さらにその時、君の体にはレスティア様の魂のかけらが入り込んでしまった。だがレスティア様の魂のかけらは君の中に入り込んだものが全てじゃない。ネロによって粉々に砕かれたあの時、さまざまな時代に散ってしまったんだ。そして神がいなくなり、世界各地ではさまざまな異変が起きている。私は魂を導く者として魂と対話する能力を持っている。かけらを集めて魂として復元できればレスティア様と対話できるはずなんだ。そしてレスティア様の復活の方法と
世界を救う方法を探そうと思う。そして魂のかけらと同時にネロも追う。ネロの蛮行を許すつもりはない。よし、目指すべき時代が分かった。ん？これか。これはアカシックノートといういわゆる一種の予言書だな。神の使いを導くための、あ、いや、詳しくは後で説明しよう。やはり私では動かせないか。そうか、そのことも覚えていないのか。あの時君を連れてクレイドルに飛び乗ったんだが、私には動かせなかったんだ。だが君が舵に触った瞬間、この船は動き出したんだ。さてこれからのことだが、そのしばらく私を手伝ってもらえないだろうか。記憶がない君に頼むのが無茶だということは分かっている。だが頼む。レスティア様の魂のかけらを持つ君しかクレイドルを起動できないんだ。お願いだ、私を助けてくれないか。ありがとう。改めてアッセナだ。これからよろしくな。そうだな、この船は君しか動かせない。この船の船長だ。船長と呼んでもいいか。そうだ、一緒に行ってくれるならもう一人紹介しなきゃな。彼はカスト。私の身の回りの世話をしている執事だ。これからの手助けもしてくれるだろう。さあ船長、舵を切ってくれ。目的の時代は王国歴2000年アルテーラだ。レスティア様のことを思い出しておられたのですか。もしかして慰めているのか。目的の時代に到着したようです。上陸しよう。そうか、わかったよ。ありがとう。このオベリスクに話を聞いていたんだ。長らく大切にされてきたものには魂が宿る。人形であれ
建物であれ必ずね。このオベリスクが言うにはこの時代には魔法がないらしい。それから私たちが探している二つのものについては何も知らないと。うん、どうやらこの時代では冒険者と称するのが動きやすいらしい。こら待てこうしてあなたは冒険者としてこの時代に滞在することとなったのです。砕け散った神の魂と神殺しのネロを探すために。アカシックノートが。アカシックノートに情報が書き込まれたようです。依頼人はカフェにてお待ちです。冒険者のお二人ですね。私、音楽堂の支配人をしておりますアーテルと申します。ご注文はお決まりですか？何やってるんだ、執事のくせに。アッセナ様と船長が心配で心配で、それにこの時代でしばらく暮らすなら活動資金も必要ですし。私はお店で、皆さんはスイーツでもいかが。ここはご馳走いたします。アッセナ様、その土地のもてなしはお受けになるべきです。ごちそうになります。お願いしたいのはビクトリア音楽堂のことなのです。ここ数ヶ月間、公演が決まったアーティストが次々と倒れてしまい、音楽堂が呪われているとの噂まで。では呪いについての調査ですね。王国歴2000年にもなって呪いを信じるほど愚かではありませんの。きっと他に原因があるはずです。それを調べてくださいませ。旅してるの。あなたたち強そうね。もしよかったら私も連れて行ってくれないかな。いつまでも一人はもう辛いから。you
船長、贈り物が届いているぞ。私はアロアっていうのよ。見ての通り年季が入った時計人形さ。あんたが私のメンテナンスをしてくれるのかい？